したポーズをいくつかご紹介します。皆さんも真似して行ってみてください。ハピリュー一緒に頑張ろうね。よし、ではポーズを行っていきます。まずはまっすぐ床に立ったら背筋スーッと伸ばして首を長くします。お腹引き締めて山のポーズです。綺麗な胸つけを作りましょう。そのまま手を腰に、片方の足を上に上げてきます。膝を開いたら胸の前で合掌。バランスが取れる方は両手を上に上げていきましょう。立ち木のポーズです。しっかりと一点に集中してバランスを取っていきましょう。ハピリューもやってる。OK です。ではゆっくり息吐きながら戻していきます。今度は三角のポーズ。足を大きく開いて手は横に、息を吸って吐く息で体を横に倒していきましょう。片方の手はお空に向かってずっと長く長く伸ばしていきます。ももの裏、ふくらはぎの裏、お尻を伸ばしていきましょうね。お、さすがハピリューかっこいいね。無理のないように手が床までいかない方はお膝でも大丈夫です。しっかり膝が伸びていることを意識しましょう。はい、ではゆっくり戻していきます。今度はちょっと難しいバランスのポーズをやっていきますよ。では片方の足を掴んで、もう片方は手は上です。息を吸ったらぐーっとまっすぐ伸びて、吐く息で前にゆっくりゆっくりゆっくり倒していきましょう。弓のポーズです。背中に意識を向けてバランスを取ります。お、ハピリュー上手。素晴らしい。さすが。おっと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 。はい、結構です。戻っていきます。ハピちゃん、戻ってきて戻ってきて。最後一つやっていきますよ。では体の向きを横にしましょうか。皆さんは正面でも大丈夫です。手を下についたら下向き、そのまま両足を一個ずつ後ろに、お尻を高く持ち上げて両膝両腕を伸ばします。辛い方は足の幅を開いても大丈夫です。ダウンドッグのポーズ。ハピちゃんやってみて。あら、すごい。ちょっと無理だったかな。大丈夫。皆さんも気をつけて周りにね、何か物がないか見てからポーズ取ってみてください。反対の手や足も一緒に行ってみてくださいね。ハピリューもお疲れ様でした。みんなもやってみてね。コロナに負けるな、チーム福井。コロナウイルスから身を守るために、3つの密を避けましょう。こまめに手洗いをしましょう。マスクやハンカチなどで咳エチケットを心がけましょう。詳しくは福井県ホームページをご覧ください。